君となら地球の裏側だって行けちゃいそうだよ。うん、ママの意地悪。せやから手つないどいたるわって言うてんの。全軍前進。まずは1本目、同級生ツンデレです。どうぞ。ちょっとストップ。全然心こもってないじゃない。好きなんでしょ、私のこと。そんな告白じゃダメ。やり直しよ、やり直し。だって二人の最初の思い出でしょ、告白って。大切にしたいの。だからもう一回やり直し。次がですね、少年ファンタジーとなっております。それではいきます。どうぞ。うわー、すごいや。村があんなに小さく見える。ヒューイって本当にいろんなところを知ってるんだね。実はね、僕初めてなんだ、友達ができたの。だからこうやって友達と冒険できるのすごく楽しい。君となら地球の裏側だって行けちゃいそうだよ。次がお嬢様驚きとなっております。それではいきます。どうぞ。ちょっと待ってください。私の言い名付け、あなたが。いやいや、初対面の方に突然そんなこと言われましても、にわかには信じがたいと言いますか。いや、そんな目をされても困りますよ。とにかくからかいたいだけなら他を当たってください。それじゃあ、さあ5本目は盗賊姉御肌となっております。さあ行きます。どうぞ。待ちな、まだ話は終わっちゃいないよ。条件次第ではあんたらの願いを叶えてやる。見たところずいぶん高級そうな馬を持ってるじゃないか。そいつをよこしな。渋るところを見るとますます手に入れたくなるよ。冷静に考えてみな。馬一頭と闇の秘宝、どっちの価値が高いのかをね。お嬢様天然です。どうぞ。いいえ、ちっとも。私ずっとこの森で暮らしたっていいわ。知らなかったの、こんなにドキドキする世界があるなんて。キラキラの日差しや草の匂いやキノコの味、お屋敷で本を読んでいるだけじゃ知り得なかったもの。最初は怖かったけど、今はとっても感謝してるの。ありがとう、誘拐してくださって。少女無邪気です。早速行かせていただきます。どうぞ。ねえねえママ、あっちに蝶々がいたよ。黄色いのと白いのと一緒に飛んでた。仲良しさんなのかな。ママも一緒に見に行こうよ。どうして。蝶々かわいいのに。もうママの意地悪。次は少年得意げです。それではいきます。どうぞ。いつまでやるつもり。どうせまた僕の勝ちだよ。1万回ダメでヘトヘトになったし、1万1回目もダメだったじゃないか。もう付き合ってられないよ。何度も言ってるけど、君は僕には勝てるわけがない。レベルが違いすぎるって。まあ根性と体力では君の勝ちだけどね。女友達アキレです。それではいきます。どうぞ。はあ、幽霊なんているわけないでしょ。まさかあんた信じてるわけ。バカじゃないの。だいたいそんな非科学的なもの、元は誰かがついた嘘よ。お化けなんて嘘、同様にもあるでしょ。もし出てきたら冷蔵庫に入れてカチカチにしちゃえばいいのよ。わかった？彼女の日常です。それではどうぞ。ねえ、
それって本末転倒って言うんじゃないの？死んでばっかじゃん。ゲームでストレス溜めちゃってさ、金曜日の夜に私がいるっていうのに。あ、そうだ。耳かきしてあげる。膝枕付き。どうどう？え？私に負けたくないって？無理無理。諦めたまえ。次のキャラクターが少年清和となっております。それでは行きます。どうぞ。僕が魔物を倒す？嘘でしょ。そんなのできっこないよ。だって僕は村一番のノルマで育児なしで、とにかく無理だよ。僕なんかじゃ、僕じゃ無理なんだ。次のキャラクターが使い魔せっかちとなっております。それでは行きます。どうぞ。ご主人様、ご主人様、いい加減起きてください。まったく私がいないと何にもできないんだから。本当さ、早く顔洗って歯を磨いて。はぁ、忙しい忙しい。でも立ったまま寝ないでくださいってば。関西弁、はい、花火大会ということになります。それでは行きましょう。どうぞ。あれミーナ花火。うち花火見たん初めてやわ。もっと近くで見ようや。あっちの方やな。ったく、お祭りは人が多うてかなんわ。なあ、ほら見てわからんの？その人多いし、はぐれたらあかんやろ。せやから手つないどいたるわって言うてんの。別に嫌やったらいいし。会社員世間話です。それではいきます。どうぞ。ねえねえ、聞いたわよ。営業部の太田さんと食事に行ったって？もう、どうして行ってくれないのよ。いいなぁ。仕事もできて、性格も文句なし。部長のお墨付きで出世コース間違いなし。はぁ、私もいい出会い欲しいなぁ。こちらがですね、将軍復讐となっております。さあ、どんな感じになるか行きましょう。どうぞ。聞け、我らはこれより敵国アルホールへと進軍する。奪われた憎しみを忘れるな。与えられた屈辱を忘れるな。祖国エルラドの民のため、誇り高きエルラドの戦士たちよ、魂を燃やせ。全軍前進。巫女苛立ちとなっております。いきますよ。はい、せーの、どうぞ。よいか、わらわはこの社に代々仕える格式高い巫女様なのじゃぞ。なんじゃその顔は。さてはお主、バカにしておるな。むーどいつもこいつ、仕方ない。お主、あそこの鳥を見ろ。違う、逆じゃ逆。それでは行かせていただきましょう。こちらのタイトルが母親慰めです。行きます。どうぞ。だってお母さんだもん。お母さんはね、強いんだぞ。遥かを守るためなら何だってできちゃうんだから。だからちゃんと頼ってね。一人で何でも頑張ろうとしないでいいのよ。無理して大人のふりなんてしなくていいの。さ、ご飯食べよ。今日は遥かの好きなエビフライよ。はい、オッケーです。ありがとうございました。